維新、海峡ウォークは、山口県下関市と北九州下地区で、毎年4月に開催されるウォーキングイベント。スタートの様子、高杉新作没後120年を契機に1986年より開催されている。このイベントの発案者は、高杉の墓所である東高案の第三代暗種であった谷玉仙。 高杉の命日である1867年4月14日に、あやかって毎年4月の第2日曜日に開催されるが、曜日配列の関係で4月の第3日曜日に開催される年もある。開催当初は JR 西日本下関駅前に位置する複合商業施設 C ーモール下関を目指すコースのみであったが、第10回目となる1995年からは、 文字校レトロ地区の玄関口的存在である JR 九州文字広駅を目指すコースが加わった。事前予約制だが参加費は無料であり、現在では毎回2万人もの参加者を集める国内屈指のウォーキングイベントとなった。一般的にこの種のイベント参加者は年配者が多いが、このイベントの参加者に関しては年齢層の偏りがない。なお、以前は 開催日当日の飛び入り参加も可能であった。吉田、東高安騎兵隊本陣大木大木の関尾月、西の大の関新松新松藩の関、大塚紗、神田の関調布、城下の関三茂蘇川、お茶所、からと、亀山本陣赤間の関、新作通り、日和山の関、シーモール夜明けの陣吉田、東高安騎兵隊本陣この間、 30キロコースと同一ルートミモスソガお茶所赤目狩り、文字が、赤文字港レトロ本陣制限時間内での、カンポ社には、シーモール夜明けの陣、または、文字港レトロ本陣において、カンポ症状と、カンポ鉢がプレゼントされる。なお、文字港、レトロ28キロコースのカンポ社には、文字港駅にて、 JR 九州主催のウォーキングイベントである JR 九州ウォーキングのスタンプポイントが特別にもらえる。第31回維新、海峡ウォーク海上自衛隊大月航空基地維新、海峡ウォーク、ありがとうございます。